ちは、木村真希です。今日はですね、この YouTube を使って7月19日の、私木村真希のコンサートの、ウェブ予約のやり方についてゆっくり丁寧にご説明していただきたいと思っています。ぜひぜひ、最後までご視聴いただいて、トライしてみてくださいね。さて、じゃーん、こういうものを作ってもらいました。チケット購入までの流れ、じゃん、ついてきてね。いいですか。今日ですね、私も自分でやってみたんですけれども、まあ大体目がほぼ見えないので、こんな目になりながらでしたけども、きちっと登録することができたので、皆さんも必ずできると思います。はい、チケット購入はライブポケットさんから。今回、チケットはこのライブポケットさんから、購入していただくようになっております。まずライブポケットで、検索をしていただく。でも今回はこの YouTube の概要欄のところにリンクを貼りましたので、こう下に行っていただくとリンクがありますので、それをポチッとしていただくと、もう検索をしなくてもささっとライブポケットさんのページに飛ぶことができます。じゃーん。そうしますとですね、ログイン新規登録というこういう画面が出てまいります。ちょっと面倒くさいのは、最初に登録利用される方は登録が必要なんですね。そこがちょっと面倒くさいですけれども、難しくはありません。はい、初めてね、ご利用の方は ID をお持ちでない方っていう方をポチッとしてください。ピンクのねボタンを押していただきます。そうすると、ログイン情報の登録というところにやってまいります。ここにですね、メールアドレスと、それからパスワード、半角の数字何字とかっていうのが出てきますから、それに従ってご自分でパスワードを決めて打っていただきます。2回同じものを打っていただきます。これができた試しがない木村真希、大体目が見えないのでロレロレですけれども、こう丸ポッチじゃなくてですね、リアルの数字が出てくるようにするのをちょっと押すと、435とか見えてきますので、それで間違いないように2回同じものを打っていただきます。それを忘れちゃうと大変なので、どこかにメモをしておく、まあ紙にメモをするのが一番安全という噂もあります。さて、そうしますとですね、プロフィール情報の登録、ここにまずお名前、それから性別、そして生年月日。なんで生年月日と思いますけれどもね、この生年月日が入っていないと、何かいざという時にやり直すってことがどうもできないようなので、この3つは必須です。これをもっとスクロールしていただきますと、一打ちとかも出てきますけれども、番地まで書くのではなくて、大体神奈川県とか東京都とか、そのくらいを入れていただければそれで十分です。はい、でこれを登録書いていただきますね。そうすると次、利用規約プライバシーポリシーというところにやってきまして、細かい字でいろいろ説明が書いてあります。私はろくに読んだことはありませんけれども、真面目な方はそこを、きちっと、ご一読いただけますと幸いです。そして、同意するというボタンに、クリックを入れていただきます。これがですね、ここにクリックをしないと先に進むことができないので、チケットを購入してやろうと思ってくださった方はよく読んでいただき、でも同意するを押していただきますと、次に進むことができます。確認画面へというところをポチッといきます。そうするとポーン、メールアドレス確認というのが出てまいります。先ほど登録していただいた皆さんのメールアドレスに、ライブポケットさんの方からメールが届いています。そのメールを開きますと、その中に4桁の数字が、書いてありますので、その4桁の数字をここに、打ち込んでいただきます。でもお友達で何度もやってるのに返信が来ないというご連絡をくださった方がありました。私もまごまごしてしまったのですが、多分迷惑メールのフォルダの方にメールが行ってるんじゃないかということでしたので、
自分であれおかしいと思ったらご自分の迷惑メールボックスを確認していただくとそこに入っているかもしれません。その方はですね、実はスマホでの登録を諦めてパソコンでやってみたらすぐできたとおっしゃってたので、何か機械を変えてやってみる、それから、自分のでは全然入れなかったんだけど旦那のスマホからはすぐできたという方もいらしたので、何か他のものを使ってやってみられるのが実は早かったりするかもしれません。さて、 OK ボタンを押していただきます。4桁を。そうするとですね、じゃ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 ん、これでやっと初期登録が完了しました。おめでとうございます。皆さん、ここまでついてきてくださいましたか？さあ、ここからいよいよ、チケットの購入の画面に移ってまいります。チケット購入する場合、ライブポケットさんの中で木村真希というのを検索していただきますと、木村真希の今回の、ライブ の、 チケットのところに飛ぶんですけれども、YouTube のリンクから飛んでくださった方はですね、いきなりね、あら、1枚どっかに行っちゃったの？ですね、違う、どっかに行っちゃったんですけど、検索しないでも木村真希のコンサートがの画面に映ることができます。はい、そしてですね、いよいよじゃーん、バイティケット、チケットを手に入れてください。その方法、販売中というピンクのボタンが、いくつかあります。今回、会場観覧チケット5,000円、はい、これはまほろずさんにいらしていただいて、観覧してくださる方限定30名様、ソーシャルディスタンスを十分にとって、いつもは対面式のテーブルは全部ステージの方に向いて、今回飲食もなしになりましたので、マスクをご着用いただいて離れ離れですけれども、まあ、生を味わっていただく。こちらはマフォロザさんにお電話で予約することも可能です。ところがですね、次の、ライブ配信視聴チケット2,000円、こちら大おすすめなのですけれども、これはこのライブポケットさんからしか購入することができません。ですので、なんとか頑張って、トライしてみていただきたいと切実に思っております。私でもできた、あなたができないはずがない、そう思っております。はい、で枚数を入れていただくわけですね、お一人様なら1枚、10人で見るという方は10枚のチケットが必要になります。そしてまたスクロールしていただきますと、もう一つピンクのボタン、これはですね、投げ銭ですね。投げ銭ご存知でしょうか？芝居小屋などでこの好きなね、おしめにこのおひねりを投げていただくような感覚で、私たちにご祝儀を、チャリンと投げてやろうという方がこうしていただけたらと、思っております。一口500円から10口でも100口でも投げていただくことができるようになっております。ところがですね、この投げ銭だけではコンサートを視聴することはできませんので、お気をつけください。チケットが必要です。だけれども、もうコンサートはもういい、お前のコンサートはいいけど応援だけはしてやろうという場合、投げ銭だけということができるようなシステムになっているそうなので、僕はちょっと応援してやろうと思いましたら、ね、千口とかパチパチしていただけたら、ありがたき幸せでございますけれども、一番はやっぱりコンサートを、一緒に体験してほしい、歌を聴いてほしいので、コンサートのチケットをご購入いただいて、ぜひぜひ歌を聴きにいらしてください。よろしくお願いします。そしてこの、お申し込み手続きのピンクをパチッと押していただくと、これで今度は支払い方法という画面が出てまいります。ライブチケットでは違う、ライブポケットさんではクレジットカード決済、コンビニ決済、携帯キャリア決済の3つが用意されています。クレジットカード持ってないわっていう方は、ちょっと手数料がかかるんですけれども、コンビニ決済をしていただくことが可能です。それから、携帯キャリア決済、多分au ペイとかなんとかペイみたいなものを使うか、あと携帯電話の使用料とともに払うことができるようなシステムなのじゃないかなと思っております。じゃん、そうすると、いよいよ、全てが完了いたしまして、これは私の大好きな浮き矢と浮き子ですけれども、
あの見事あのチケットを購入することができました。ここまでついてきていただけましたか？ありがとうございます。あのちょっと面倒くさいこともあるかもしれませんけれども、ぜひぜひご購入いただけて、一緒にあのライブの空間を楽しんでいただきたいと心から願っております。インドネシアに1月の終わりから2月行ったんですけれども、その時の話などもしたいし、皆さんにお話ししたいこと、そして、聞いていただきたい歌がたくさんあります。あの待ってますので会いに来てください。長い長いこの、 あの YouTube 最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。当日お会いできるのを楽しみにしております。配信ライブの方はリアルタイムで聞いていただけるのがとても嬉しいですけれども、その後次の日の夜11時19分まではあのいつでも見たい時間に見ることができますので、その日どうしても時間が都合が合わなくてもご購入いただければ次の日に見ることも可能です。